2000本安打達成者のランキングを見てみよう。通算ホームラン数が少ないのは誰？第5位、福浦和也。通算ホームラン数118本、本塁打率 59.7、シーズン最多は21本。第4位、石井拓郎。通算ホームラン数102本、本塁打率 84.7、シーズン最多は10本が3回。第3位、荒井博正。通算ホームラン数88本、本塁打率 79.7、シーズン最多は13本。第2位、宮本慎也。通算ホームラン数62本、本塁打率 121.9、シーズン最多は11本。第1位、荒木正弘。通算ホームラン数34本、本塁打率 224.7、シーズン最多は4本が2回。番外編、大島洋平。通算ホームラン数34本、本塁打率 190.7、シーズン最多は7本で2000本安打まで残り115本。バンテリンでなければもう少し、2人とも打ててるだろうね。